ゲゲが発表。どうも、視聴者の皆様、司会の今泉かげろうです。犬走りもみじです。いやー、ついにこの日が来ましたね。だね、初めての人気投票にして青かったもんね。その様子はというと、総票数、1453票。投票してくださった皆様、ありがとうございます。はぁ、私も人気投票出たかったな。まあまあ。でも白夜が私らに司会任されたから全うしましょ。頑張ろっかワンコさん。ワンコじゃねえよ。てか私は狼だ。はぁ、まあとにかく発表しましょうか。では、行きましょう。では最下位から行きます。23位。一郎、いたずら好きのウサギで、一回系が水突きされた。稲葉邸。ちょっと待って、いたずら好きなのは認めるけど、後半のセリフ言う必要ありますかね。うえい！バカにしてるだろお前ら。それじゃあ、何か一言どうぞ。あのさ、私一郎って悲しくない？まあ出番なかったからしょうがないけど、これからも応援よろしくお願いします。前代未聞だね。まさかの一郎って。そうだね。まあとにかく発表しよう。22位。三郎。水を操る程度の能力で、身長は小柄な、川白にとり。まあ予想はしてたよ。何か一言どうぞ。私に色を入れてくれた盟友たち、ありがとう。ではどんどん参りましょう。21位。五郎。わあ、白卓的な小屋の教師であり、頭突きの達人である、上白沢慶明。まあ出番が少なかったからさすがに能は入ってないか。ところで犬。犬じゃねえよ、私は狼だ。さっき私のこと頭突きの達人と言ったな。言ったけど何？私も頭突きを食らってもらおうか。なんでや！なんで達人と言っただけで、頭突き食らわないといけないの？あはは、冗談だよ冗談。冗談に聞こえねえよ。まったく。あれ受けたらひとたまりもないよ。20位。六郎。20位は二人いるね。降臨堂の店主、森木かりんのすけ。からかさお化けの、宝子がさ。20位か。まあ再会じゃなくてよかった。あちきに投票してくれたみんな、ありがとう。こがさ、順位良くないのににこやかだったね。こがさは順位とかこだわってないって言ってたからね。19位。七郎。氷の妖精であり、無鉄砲な。マルキューキルの、誰がマルキューだ、あたいは最強だ。あ。ごめんごめんつい言っちゃった。まあまあそうむきにならないでよ。おバカな妖精ちゃん。私はバカじゃねえよ。あたいは最強だからもっと上だろ。19位で七郎とか少なすぎだ。19位のキルノさんでした。まだあたい喋ることが。計画通り。18位。八郎。風抜けの除染で、よくやファミリの一員でもある。聖画なんなん。あらら。結構出てるの20位低いわね。それに票数は、2桁行きたかったわ。まあまあ。気を落とさないでよ。順位低くてもあなたのファンはいるはずよ。ふふふ。ありがとうね。次行きましょ。17位。九郎。白玉堂の管理者でもある亡霊の少書。採用陣行こ。あらら、私は17位で九郎なのね。悔いはないの？けど私悔いがあってね。なに？その悔いって？饅頭1万個分買えなかったことが悔い。運動でもいいな。どうでもよくないわよ。買い占めて食べようかなと。腹いっぱい食いてるだけだろ。じゃあ、次発表しよっか。16位。11郎、マルキューの友達の、太陽星のこと大ちゃん。あ。まああまり出番なかったからこんなもんよね。でもキルノちゃんに勝てたからいっか。私に票を入れてくれた皆さん、ありがとうございます。これからも頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。15位。15郎、最強の妖怪であり、幻想郷の創造にも関わってる。ば。じゃなくて、役もゆかり。まあ。こんなもんよね。ところでもみじ、あなたに聞きたいことがあってね。はい？なんでしょう？あなた私の言葉バーって言おうとしたよね。何かの聞き違いです。私はあなたの言葉バーだと一切思ってません。ふふふ。それでいいのよ。私は永遠の17歳よ。どこが17歳に見えるんだか。あんた一回隙間送りしたろうか。正常なことありします。怖いわ。妖怪怖いわ。さっきのは忘れて発表しましょ。14位。17票。片腕遊郭の専任で、よくやファミリーの一人でもある、茨城河川、14位で17票。結構出てたのに低いわね。肉まん専任一言どうぞ。ちょっと待て、私そんなあだ名じゃないわよ。どこ見て肉まん専任って思ったの？あなたの頭につけてるものの形が肉まんに似てるから、いやそれは見てるけど、まあ私に投票してくださった皆さん、これからも頑張っていきますので応援お願いします。13位、21票。表情豊かなポーカーフェイスで、無表情な少女、旗の心、一回しか出ていないのに21票。確か、バレンタインデーの時しか出てないよね。うん。一回しか出てなかったから票数入るかなって、不安だったよ。でもこんな私に票を入れてくれたから嬉しい。私に票を入れてくれたのにな。ありがとう。ではどうぞ。
を持つ妖怪ジュニア。ジュニーで22両なのか。それにしてもお腹空いた。君美味しそうだね。味見してもいい？いやいやダメですってか、私食べ物じゃないです。でもお腹空いたし。だが断る。ふ、危なかった。一歩間違えたらあの領域だったね。11、33両。狂気を操る程度の能力を持ち、視聴者からはウサギさんと呼ばれている。冷戦うどん芸人ナバ。誰がウサギちゃんよ。視聴者から呼ばれたこともないわ。でも本当は嬉しいんじゃないの？可愛いって言われたいからと。こいつ令状言うな。私は可愛くなんかないわ。視聴者が可愛いって言ってるよ。うわぁ、ちょっと言い過ぎたかな。冷戦ファンの皆さんすみません。10、48両。魔法使いにして人形師で、器用さは幻想上随一の少女アリスマーガトロイド。あ、ベスト10前に入れなかった。私に投票してくださった皆様ありがとうございます。次はベスト10内に入れるように頑張ります。さあ、いよいよ順位は一桁になりました。いやー、ワクワクしてきましたね。そうだね、順位を発表していきましょう。9位、50両。綺麗伝の主デザード愛の少女コメイチサトリのこと。サトリン、誰がサトリンだ。たやすくニックネームで呼ぶな。ごめん、ついっちゃって。そうそう、わざとじゃないよ。サトリン、だからサトリンって呼ぶな。あんたそれ言いたいだけでしょ。まあとにかく一言どうぞ。私に脳を入れてくれた皆様、ありがとうございます。これからも頑張っていきますので応援よろしくお願いします。8、71両。森屋神社の風さふりで、やさかかな子のいいことして森屋はこの遠い子孫。現在1個のアラット髪こちらさない。うわぁ、結構出てるのに8位ですか。上位かなと思ってたんですけど。さないにとっては本位だった。本位ではないですが、100両は行きたかったです。ですが私に票入れてくれた皆様に感謝します。ありがとうございます。さない、切り替え早かったね。メンタル強かったね。さあ、どんどん行きましょう。7位、78両。綺麗伝の主のコメイチサトリの妹で、無意識を操る程度の能力を持つ少女コメイジ小石。やった、お姉ちゃんに勝ったぞ。私に投票してくださった皆様ありがとうございます。これからも視聴者のために頑張るよ。6位、114両。ここから票数が3桁です。白玉堂の庭師で西行寺由衣子の警護役であるコンタクヨウム。114票入ってるのは驚いたにょん。よかったね、あなたのファンがいるってことよ。私に投票してくださったみんなありがとうにょん。さあ、いよいよベスト5です。緊張の一瞬です。5位、121票。コウマ館のメイド長で、完全でシャレな住所のイタヨイ作や。結構いい票数だし、いい順位ね。カゲロウさん、何ですか。あなたさっきパッド長って呼ばなかった。いいじゃないです。だけないだろ。デカメが聞こえたわ。まあ、今度から言い方に気をつけてね。怖いわ、人間怖いわ。それは NG ワードだって。4位、145両。ありとあらゆるものを破壊する能力を持ち、吸血鬼最強の妹フランドウルスカーレット。ベスト3に入れなかったし、それにお姉様に負けちゃった。私に投票してくれたみんなありがとう。次こそベスト3内に入ってお姉様に勝つぞ。さあ、4位まで発表してきましたが、次はいよいよベスト3の発表です。では行きましょう。3位、146号。なんと3位は2人います。3位が2人。うん、よくやも驚いてたみたいよ。では発表しましょう。3位はこの2人です。100人の素敵な猫白命令よ。永遠に赤い幼き月レミリア・スカーレット。こんなに票数が入ってて驚いたわ。私は霊夢と一緒というね、票数が。そうよね、レミレイコンビが好きなんじゃないかしら。そうそう、ヤクヤが数え間違えて何回か集計やり直したみたいだけど、数え間違ってなかったらしく。マジかよ。待って、呼ばれてないのマリサとヤクヤだけ。うん、あと1位と2位だけだからね。レミリア、さっきフランが次の人気投票ではお姉様に勝つって言ってたよ。要するに全然不国ね。全然不国ね。前代未聞だったね。もみじ。3位が2人とはね。いよいよ残すところ1位と2位だけ。1位と2位を一気に発表しちゃいましょう。出番もなるか。びっくりした。いきなり出てこないでよ。だって、退屈やったもん。でも緊張するな。発表だと。では発表します。先に、票数の方の結果は、こちらになりました。158票、1位187票。こんなに票数が入っていたのか。1位と2位の差は29票差。第1回人気投票、見事1位に輝いたのはこの人です。
第1回人気投票1位は、ヤクヤレンさんです。皆さん、ありがとうございます。ヤクヤさん、今の心境は、どうですか？初めて人気投票やって、1位とは思いもしなかったです。僕に投票してくださった皆様、ありがとうございます。では、新野まりささん、心境はどうですか？まあ1位は取れなかったけど、次の人気投票では、絶対に取るぜ。1位を。では皆さん、ご視聴ありがとうございました。次回の動画も楽しみにしてくれよな。